ダイエット中のしゃべるキウイです。最近暑くなってきましたね。撮影現在5月中旬、まあ月で考えればまだまだ春なんですけど、先日最高気温が29度までいっちゃったりとか、まあそろそろ来るねといった感じ。夏がそうなると焦りませんか？まだまだ全然痩せないんだけどって。やっぱ夏って海に行ったりとか、まあ海に行かなくても薄着になって肌の露出が増えるから、やばいやばいってなるじゃないですか。で、今回の動画はそんなあなたにぴったりの内容になります。即効性の高い短期間で痩せるダイエット方法について話していきたいと思っておりますんで、夏までに痩せなきゃいけない、何かイベントを控えてるけどもまだまだ全然痩せないっていう人、ぜひ参考にしてみてください。で、今回の動画のお品書きなんですけど、夏までに痩せる方法を食事編、運動編、日常生活編と紹介していきます。で、最後に痩せた後、今回紹介する方法で痩せた後にやってほしいことを話していきたいと思います。では早速、夏までに痩せる方法の食事編なんですけど、1つ目、摂取カロリーを厳しめに抑えてください。まず最初にやってほしいのが、1日の摂取カロリー、食事の摂取カロリーを抑えること。人間が痩せるかどうかは、食事による摂取カロリーと運動による消費カロリーのバランスで決まります。まあめっちゃ分かりやすく言えば、食事を減らして運動量を増やせば痩せるということですね。収入と出費みたいな感じ、収入を減らして出費増やせばどんどん貯金って減っていくじゃないですか。そんな感じです。で、夏までに痩せなきゃいけないってなると、残されてる時間そんな多くない、てか少ないので、摂取カロリーは厳しめに設定した方がいいです。緩めに食事のカロリーカロリーを抑えた方が続きやすいってのはあるんだけど、期限があるとそれに間に合わなくなっちゃうから。で、具体的にどれぐらいに摂取カロリーを抑えればいいのかって話ですが、まあ、男性は1800か1900カロリーぐらい、女性は1200か1300キロカロリーぐらい、だいたいこれまでに1日の摂取カロリーを抑えるようにしてください。まあ、人によってはこの食事量結構きついなって感じると思うんですよ。まあ、実際かなり厳しいですし、なのでこれまでの食事量そのままスケールダウンするっていうよりは、食事の回数を減らすのが個人的には取り組みやすいのかなと思います。まあ、例えば朝ごはん無理に食べないとか、そうすると例えば1日3食食べてた人が均等に食事量を減らすと、やっぱ1回の満足度って減っちゃうじゃないですか。特に晩ご飯とかね、それだと結構厳しいなって感じるかもしれないんですが、朝ごはんを抜くみたいにして1日2食にすると、1食あたりの食事量はそんなに減らさずに済むので、食事の回数を減らすっていうのはね、摂取カロリーを抑えるのもそうだし、満足度を下げないっていうメリットがあるので、まあ短期間で痩せたい時にはフィットするかなと思います。で、2つ目がタンパク質しっかりとりましょう。夏までに痩せたいという人は、体重っていうよりは体型を気にするタイプの人だと思うんですよね。薄着になった時に見える、水着とかを着た時に見える体型をなんとかしたいってわけだから、体重だけ落としてもね、体型が良くなってないとあんま意味ないから。で、体重を落とすことだけ考えるんだったら、摂取カロリーにさえ気をつけてればいいんですよ。でも体型を良くする、体を引き締めるってなったら、体重を落とすだけじゃなくて筋肉を維持する必要性があるの で筋肉を維持するために必要な栄養素であるタンパク質、これはしっかりと取ってほしい。具体的には最低体重かける 1.6g 以上、体重 50kg の人だったら1日 80g、 体重 70kg の人だったら 112g になります。最低これ以上は取っていきたい、もっと取ってもいい。で、鶏肉とか魚とかギリシャヨーグルトみたいな乳製品とか、こういう高タンパク質な食品を意識的に取っていけば、食事だけで目標量クリアできる人もいると思うんですけど、まあ、経験上ほとんどの人にとっては体重かけ 1.6g 以上食事だけで取るのはなかなか難しいので、個人的にはプロテイン飲むことをお勧めします。プロテインってメーカーによって栄養価ってかなりばらつきがあるんですけど、大体1杯でタンパク質 20g ぐらい入ってるんで、目標クリアに役立つと思います。さらに1杯あたりのカロリーって大体 100kcal くらいなので、カロリーを抑えながらタンパク質を取るって言ったらね、めちゃくちゃいいサプリメントだから、これまで飲んだことがないよっていう人も夏までに痩せるためにぜひ飲み始めてください。で、3つ目、ご褒美デーは週に1回以内に抑えましょう。僕よくダイエット中でもご褒美デー、好きなものを食べる日を作ってもいいですよ、むしろ推奨ですよって話してきました。まあそれは変に我慢するともうストレスが溜まって、いつかその反動でドカ食いしちゃう、その結果増えた体重に耐えられなくなっちゃって、ダイエットそのものを諦めちゃうっていうのがよくあるので、まあ、だったら定期的にガス抜きの意味を込めて食事量を増やして好きなものを食べる期間を作った方が、まあ、続けやすいだろうと思うからです。それでもトータルの摂取カロリーを抑えられてたら全然痩せることってできるんで、ただそれはダイエットを長く続けるためにはその方がいいっていうだけであって、短期間で痩せなきゃいけないって言ったら話は別。やっぱり食べる量を増やさない方が痩せるスピードは速くなるので、夏までにどうしても痩せたいんですっていう人は、ご褒美を完全にゼロとまではしなくていいんですけど、なるべく少なくした方がいいと思います。まあ、多くても週に1回、できれば2週間に1回とか、ストレスが爆発しない程度になるべく少なくするようにしてください。で、次から運動編ですね。運動でやってほしいこと、1つ目は朝と夜に歩数を稼ぐですね。先ほども話した通り、痩せるかどうか食事の摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まります。なのでとにかく早く痩せようと思ったら、この食事の量を減らすのもそうなんですけど、消費カロリーを増やすことが大事なんですよ。この差で痩せるスピードって決まるんで、もう1
くらお金を稼いでもその分お金使っちゃってたらね、貯金ってできないじゃないですか。やっぱ何事もバランスですよ。食事だけとかじゃなくて、運動と食事セットでやる、これが大事で、消費カロリーを稼ぐためにおすすめなのは歩数を稼ぐこと、まあ散歩ウォーキングとかですね。というのは歩くって日常的にできる行為じゃないですか。それとは対照的に毎日ジョギングとか、そうなると難易度ってキュッと上がると思うんですよ。ジョギングって専用のウェアを着て専用のシューズを履いて出かけなきゃいけないから、もう本当運動のために時間を割かなきゃできない。でも歩くだと普通の普段着とか普通の靴でもできるから、いつでもできるっていうのがねすごい強み。食事管理ってのは毎日やった方が痩せるスピードが速くなるんですけど、それは運動も同じなんで、運動が週1とかなっちゃうと痩せるスピードが遅くなっちゃう。だからできる限り毎日消費カロリー稼ぐようにしたいんですけど、そうなってくるとねやっぱ歩数が相性がいいんですよ、毎日できるから。で目標は1日1万歩歩くようにしたい。でなんで朝と夜の方がいいのかっていうと、これから暑くなってくると日差しが強くなるじゃないですか。でそうなると外に歩く気にならないよってなっちゃうかもしれないので、まあ、だから朝とか夜とかあんまり日が強くない時に歩くことを推奨。特に朝おすすめですね。朝に多めに稼いでおけば夜に慌てずに済むんで、まあ、極端な話朝8000歩歩いてたら夜2000歩じゃないですか。まあこれだったらいけるかなって思う。ただ朝ゼロって言ったら夜に1時間以上ずっと歩き続ける羽目になるので、まあおすすめは朝にしっかり稼いでおくこと。で2つ目にやってほしいことは筋トレですね。さっき体型を引き締める、体を引き締めるためには筋肉を維持することが必要ですよと話したんですけど、タンパク質だけ取っても正直維持できないんですよ。タンパク質を取ってかつ筋肉に高い負荷がかかるような運動をすることがすごい大事で、それに最適なのが筋トレですね。でできればジムに通いたい、ジムに通うのが難しい場合は自宅に可変式ダンベルを購入することをお勧めします。で種目なんですけど、まあ、ざっくり胸、肩、広背筋、僧帽筋、大臀筋、大腿四頭筋、こういう大きな筋肉をメインにトレーニングすることをお勧めします。まあ、もっと細かく分けようと思えば分けられるんだけど、腕とかね。でも胸の種目をやっちゃえば大体三頭っていう二の腕の筋肉って使ったりするので、今言ったこの胴体部分をメインに筋トレすることをお勧めします。ジムに行けないしダンベル買うのも難しいっていう人は、例えば YouTube とかでね、胸スペース筋トレで YouTube で検索して、まあ、自宅でできるタクトレ動画を見て実践するようにしてみてください。でやってほしいこと3つ目、何でもいいからとにかく毎日体を動かす。まあ、今紹介したようにおすすめの運動は歩数を稼ぐとか筋トレとかなんですけど、正直体を動かすさえすればどんな運動であれ消費カロリーは稼げるので、ダイエット的にはめちゃくちゃいいことなんですよ。運動ゼロの人と比べるとめちゃくちゃ大きな差が出る。とにかく運動することってのがすごい大事。〇〇じゃなきゃダメとか考えないで、まあ、なんか極論自分の好きな運動であったら何でもいいんですよ。何でもいいのでとにかく体を動かす。でできれば毎日これやってみてください。さっきも言ったように消費カロリーってね、スポットだけ週1ドーンって稼いでも限界があるから、毎日コツコツ稼いだ方がそれは結果が出るのは早いので、できる限り自分に続きやすい運動をできれば毎日やるようにしてください。で次、日常生活編ですね。一つ目が目標を立てるですね。まあ、例えば何ヶ月先までに50キロ落とすとか。というのも人間って目標がないと、具体的な締め切りがないと危機感が生まれないんで、なんかふわふわしちゃうんですよ。僕も仕事で経験あるんですけど、なんか7月末にこれやってくださいって締め切りがあった仕事だと結構早めに終わらせることができる。慌てるから、そわそわしちゃうから。でもそれがないと無限にぼーっとできるんですよ。別に締め切りがあるわけじゃないし、まあ間に合うか、全然今だったら間に合うでしょみたいな感じにやったら、どん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 時間が経っちゃって、気がついたらあれ、おやべ、意外と時間ないの、あ今から始めて間に合うみたいになったことって結構あるので、引っ越しの準備とかね、ギリギリになって大慌てして準備しなきゃいけない。引っ越しとかだったら間に合うんだけど、1日引っ越しでとか作ったらね。でもダイエットってそうじゃないから、やばいってなって頑張ってやってもある程度の期間がないと間に合わないんですよ。だから自分のお尻をなんて伝えた方がいいので、目標をバチッと決めた方がいいと思います。で2つ目、経過を誰かに報告してください。これは1つ前の目標立てましょうとちょっと近いんですけど、自分一人だけでやってると先延ばしってできちゃう。最悪なんか目標を決めましたって言っても、その目標を知ってるのは自分だけだから、別に頑張んなくても誰にも言われない、誰にも責められない、誰かの評価が下がることはない、やべって思うことってまあそんなないじゃないですか。でも誰かに報告してたりすると、行った手前やんなきゃなとか、そういう強制力が生まれたりするので、まあ、家族とか友達とか誰かにダイエットを始めました、いついつまでに痩せたいですっていう情報は共有しといた方がいいです。あと誰かと予定を作るのも大事ですね。例えば海に7月15日に行きますとか、そういう明確なお尻がバコンって決まると、それに磨けてスーって頑張れると思うので、誰かに共有する、誰かと出会う予定を作るようにしてみてください。で3つ目、睡眠時間をなるべく長く。痩せるかどうかは食事と運動によって決まるし、目標設定をしたり誰かとダイエットの情報を共有したらモチベーションも続くと思うんですけど、睡眠不足だとストレスに耐えられなくなって食事管理ができない、自分をコントロールできないとなりやすいので、つい食べちゃうとかね、つい運動サボっちゃうとか起こりやすいんですよ、睡眠不足の人と。だからなるべくできる限り寝るようにしてください。で特にこれからの季節暑くなってくると、夜なんか寝苦しくて寝れない
男子とか多いので、おすすめはクーラーつけっぱなしにすることですね。変にクーラーに我慢して暑い中で寝るよりもクーラーをつけて適温で寝た方がぐっすり眠れるんで、これ有名な睡眠学者の方も言ってたんですけど、一日中クーラーをつけることによる電気代よりもあなたの睡眠の方が価値は高いっていう、ね、まあだからちょっと電気代上がっちゃうかもしれないけど、寝るために検討してみてください。まあ方法としてはこんな感じですね。で最後にこの方法で痩せた後にやってほしいことなんですけど、ちょっと緩めなダイエットにするようにしてください。今回紹介した摂取カロリーってめちゃくちゃ厳しめなんですよ。まあでも短期間で痩せなきゃいけないから致し方なくこんな風にしてますっていうだけで、僕としてはもうちょっと緩めな食事制限にしてほしい。ダイエットって基本的に短距離走っていうマラソンだから、緩く長く続けられる方がいいと思うし、健康的だと思うので、やっぱストイックな方法やるとね、ご褒美でも週1回以下、月に1回とかなっちゃうと友達とご飯とかも行けなくなっちゃうじゃないですか。そうなったら人生楽しくないぜってなっちゃう人もいると思うので、僕としてはまあ緩めにやってほしいんですよ。まあ今回は夏までにっていうねルールがあるので厳しめになりましたが、基本は緩めで、まあ、だからダイエットをして夏までに痩せました、間に合いました、おめでとう、その後は緩めにしてください。まあこれだけは忘れずにね、あくまで短期間的に痩せるっていうのはスポット的にやって、基本的には緩めなダイエットのために人生を犠牲にするなんてことはないようにしてほしいかなと思います。で痩せた後食事を緩くするときに、じゃあ具体的にどんぐらいの食事量にしたらいいんだとか思った人は、僕のメンバーシップ入ってみてください。メンバーシップに入った人はその人に合った PFC カロリーとかをね、僕が計算してお伝えしてるんで、あとメンバーシップに入ったらメンバーシップ限定のディスコードを開放してるんで、まあグループライン的なやつですね。そこではダイエットの報告とかしてるんで、やってほしいことの日常生活編のダイエットの情報交換とか目標共有っていう場にも使えるので、ダイエットの役にも立つと思うので、よかったらメンバーシップの加入検討してみてください。こんな感じですね。夏まで残された時間は少ないですが、今回の動画を参考にシャキッと痩せるようにしてみてください。ではまた、ありがとうございました。